ヒューストンにおける日本人の歴史では、ヒューストンやクレーターヒューストン都市圏における日本人及び日系アメリカ人の歴史について説明する。2010年のアメリカ合衆国国勢調査によると、ハリス軍の日本民族の人口は3566人で、軍内のアジア人の1.3%を占める。同軍内に九百九十年には同じく百二十五人を、 記録、2000年統計では3,574人だった。2013年に、ヒューストン日米協会理事のパスティユン・ブラウンは、ヒューストンの日系アメリカ人コミュニティは、約3000人であると述べ、ヒューストンクロニクル氏のミンダムが言い換えたように、この地域の他のアジア系アメリカ人コミュニティに比べて、比較的少数である。前川マッピラ1900年までに、 ヒューストンには労働者として働く若干の日本人が存在しており、ヒューストンにいる一部の日本人は必要な英語知識が足りないため、労働者階級の人々に振る舞うためのレストランを開業してアメリカ料理を安価で提供していた。1890年代に岡崎恒吉と名乗る男がダウンタウンヒューストンに日本食レストランを開き、 到着したばかりの日系テキサス人を多く雇っていた。1902年に内田一土がヒューストンを訪問した。そこでヒューストン市の指導者たちが彼に語ったのは日本人に米植民地の所有運営を認めることに関心があるとのことだった。日本で内田はその情報について友人と相談し稲作の景気について語った内容を文面で発表した。 1902年、または1903年に到着した西原清東は、新聞編集者、銀行の頭取サザンパシフィック鉄道の植民地代理人と会談した後、内田の助言に従って、ウェブスターの鉄道近辺に土地を購入した。彼は、テキサス州でよく生育できるタイプの米、新力を使用した。西原は、 テキサス州に妻と14歳の息子を連れて行った。西原は自分のために働いてくれるよう日本人を説得し、妻たちも連れてきた男性にボーナスを支払った。西原はテキサスに米の大農園を設立するよう内田が説得していた最初の日本人だった。このウェブスター植民農園は225エーカーの広さだった。1904年に ミズーリ州で開催されたセントルイス、万国博覧会の後、著名な日本人が植民地を訪れ、別の日本人が稲作の開始を試みた。社会主義者の片山千が米植民地を始めたものの、失敗した一方で、ジャーナリストの大西利平は、いとこの虎一と共にこの事業に成功した。1904年の万国博覧会で、 テキサスを訪問した前川誠平は1906年にその地に戻ってきた。同年の事故で彼が死去した後、サンタフェ鉄道の職員は彼のコミュニティ内にあった鉄道駅の名称をエリン駅からマッカーウィ駅に改名し、マッカーウィロードも彼の名前にちなんで命名された。岡崎は後の1907年に稲作を開始し、 日本食レストランを含めさらに2軒のレストランを設立し、1911年にはジャパンアートティーカンパニーを設立した。第一次世界大戦後、米の価格は下落した。ザ・ジャパニーズ・テキサンズの著者トーマス・ケイ・ウォールズは、日系ヒューストン人を含む日系テキサス人は、カリフォルニア州の日本人とは異なり、一般的に良い待遇をされていると述べた。 テキサス州はカリフォルニア州の反日的態度とは違っていた。カーカビーは第二次世界大戦が日系テキサス人が問題に遭遇した数少ない都市の一つだったと書いた。ウェブスター農業植民地の日本人オーナーは世界恐慌の時に土地の大半を失った。ある時期、前川は日本人稲作農家のコミュニティを持っていた。 ヒューストンポスト氏のジョン・ M ・ム・ムーアは、近くの油田によってもたらされた塩水と俳優が、日本人農家により栽培された一部の水田作物をダメにしてしまい、それが原因で彼らは、第二次世界大戦前にこの地域を離れることになった、ように思えると述べた。地域住民側は、第二次世界大戦の結果として農家が去ったのだと、誤って信じていた、とムーアは述べた。 1951年までに最も近い日本人農家はミニテックス付近にいた。その年の間に以前マッカーウィに住んでいた日本人農家の多くがハリス郡北部に移り住んだ。1991年までに週刊高速道路45号線が元の農場地域に隣接した。その91年にフィエスタマートが開業した。1991年には まだ、ウェブスターの米植民地のメンバーが二人、生存していた。その一人香川基地は、かつて農場の一部だった30エーカーの土地に、息子ビルと一緒に住んでいた。基地の夫で、ビルの父親は、ヨネ基地という名前だった。2015年に、ヒューストン日本商工会には681人の会員がいる。会員数は2年間で50%増加した。 日本大土製はマーケットヒューストン発の日本食料雑貨店はウェストチェース地区のウェストハイマーロードにある日本大土である。1998年時点で日本語が主流言語であり大半の商品が日本語と英語で記されている。1988年ヒューストンクロニクル氏のレスリー・ワッツは日本で見かける小規模な近所のスーパーと外観、音 匂いが事実上同じであると記した。1988年時点で、同店舗は麺類、果物、野菜、ビデオレンタル、下着類、靴下、折り紙キット、おもちゃ、人形、ゴキブリ用の罠、薬品調剤を扱っていた。同じく1998年時点で、魚、紅茶、醤油、冷凍餃子、アルコール、豆腐ソース、味噌汁、 炊飯器、箸、日本のビデオも扱っていた。それはホワイトプレーンズ日本オクチェーンの支店であり、日系アメリカ人の企業である、このチェーンは1988年に、米国内で4拠点を置いていた。2015年、マルカイマーケットの共同設立者であるヒデオ・次郎は、ヒューストンで初の大型日本食料雑貨店を開業する計画があると発表した。 同店舗は、ヒューストンエナジーコリドーにある、アシュフォードビレッジショッピングセンターで2015年秋にオープンする予定であった。同ショッピングセンターは以前は空いていた。2016年8月に、セイワマーケットという店舗がソフトオープンを実施した。スーザン・クワック・アンノラという不動産業者は、2016年に、セイワ及び一部の関連日本企業の開発が、ヒューストンに、 日本人街を立ち上げるかもしれないと述べた。2015年現在、ヒューストンのチャイナタウンには、フィットと呼ばれる日本の家庭用品店がある。サミズ会センター。サミズ会センター図書館のほかヒューストン日本商工会、ヒューストン日本語教育振興会、Java、ヒューストンファンデーションインクの各事務局もある。2016年現在、以下の公立学校には、 日本人学生が多く在籍している。日本語補修授業校として、ヒューストン日本語補修校が市内にあり、授業は、ウェストチェスター国際研究アカデミーで行われている。同学校の事務局は、アシュフォード記念広場のサミズ会センターにある。この学校は、日本の教育機関で運営されており、5歳から18歳までの日本語話者が対象である。その学生の多くは一時的に、 米国に居住している。ここにはサミズカイセンター図書館というヒューストンに一箇所の日本語図書館がある。ヒューストン日米協会主催のジャパンフェスティバルがハーマンパークで毎年開催されている。これは同公園での開催が認められている唯一の屋外祭典である。2013年には約2700人が同フェスティバルに来場した。 在ヒューストン日本国総領事館在ヒューストン日本国総領事館はダウンタウンヒューストンの2ヒューストンセンタービルの30階にある。同領事館はテキサス州とオクラホマ州を管轄している。1999年コンチネンタル航空はジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港から東京近郊の成田国際空港への空輸サービスを開始した。 ヒューストン氏は1969年以来、東京へのフライトを寄給していた。コンチネンタル航空はもともと1998年12月30日に開始する予定で、米国と日本の当局が両国間の新しいサービスを許可することに合意した、あと、コンチネンタル航空がその権利を取得した。コンチネンタル航空は後に、ユナイテッド航空と合併した。2015年に、 全日本空輸が東京成田からヒューストンブッシュへの空輸サービスを開始した。当時の代表取締役社長である篠部べはヒューストンにサービスを始めた理由の一つとしてヒューストン地区の日本企業の存在を挙げている。ありがとうございます。